それでは PSP と荷重について説明します。まずはじめに PSP について説明します。PSP って言ってもこれゲームじゃないですよ、これね。これが、えっと、1個のニューロンを表してます。これも1個のニューロンを表してます。ニューロンとニューロンのつなぎ目、ね。ニューロンとニューロンのつなぎ目はシナプスって呼ばれます。このシナプスでね、伝達が起こるわけですね。で、こっちのニューロンから 神経伝達物質がファーッと分泌されてでこっちのニューロンが持つ受容体に神経伝達物質がくっついてでこのこっちのニューロンがこっちのニューロンに変化が起こると神経伝達物質を分泌する側ねこっちの方のニューロン神経伝達物質を分泌する側のニューロンをシナプス全ニューロンね神経伝達物質を受け取る側ね神経伝達物質を 受け取る側のニューロンをシナプス・言いますこれはシナプスをたくさん描いた図です。これがシナプス高ニューロン。で、これがね、シナプス全ニューロンの軸索。これが。で、これはね、また別のシナプス全ニューロンの軸索。これまた別のシナプス全ニューロンの軸索。実はこんなふうにね、シナプスってたくさんあるんだね。一個のシナプス高ニューロンに対して、 シナプスってたくさんん実はあるんですね。こんなふうにたくさんシナプスがあってでそれぞれ、ね、伝達が起こるんだねさまざまなシナプスで、ね、伝達が起こっているんだねほんでここになんかねあの情報を統合しているなんて、ね、あのかっこよく書いたけどつまりこ,うこの子に何か言われて、ね、こっちの子に何か言われてこっちの子に何か言われてでこ,このシナプス購入論はこうどんな電位変化を起こすかを こう判断してるんですね。まあちょっと擬人化っぽく言えば。ね。ね。勉強しなさい。ね。勉強しなくていいよ。勉強しなさい。うん、じゃあ勉強しようかなっていうイメージね。イメージは。そんで、えっと、今さ、こう、勉強しなさいっていう命令が伝わった。で、同時に、勉強しなくていいよっていう命令も伝わった。で、こんな風に、実はね、シナプスの、シナプスって種類があって、こう、興奮しなさい。ね。シナプス購入論に、 興奮しなさいっていう命令が伝わるシナプスと、興奮しないで、興奮しないでよ、ね、興奮なんてやめてよっていう、こう、抑制性のっていうんだけどね、えっとね、興奮をしない方向の、興奮するなっていう命令が伝わるシナプスと、実はシナプスってね、種類があるんだね。これちょっと、えっと、厄介だけど、シナプスには種類があるんだ。で、ちょっと難しい用語なんだけど、 シナプスにおける伝達の結果、シナプス高入論に発生する電位変化のことを、シナプス高電位、略して PSP って言います。で、PSP には2種類あって、興奮性シナプス高電位、EPSP と、抑制性シナプス高電位、IPSP っていうね、2種類があります。いイメージとしては、 この p s p っていうのはこのシナプス高乳論がこう興奮するかしないかという反応で興奮性シナプス高電位っていうのはシナプス高乳論がこう興奮こう興奮する方向に変化した感じで抑制性シナプス高電位っていうのはこう逆にこう冷める興奮しない方向にシナプス高乳論がこう変化した感じなんかわ興奮してきたあ落ち着いてきたっていう 感じで、例えば、さっきのスライドに戻ると、このシナプス全ニューロンから、おい、興奮しろって言われる。で、こっちのシナプス全ニューロンから、おい、落ち着きなよ、ね、興奮するなよって言われる。で、このシナプス高ニューロンが、その情報を統合する。これ、具体的にどういうことをやってるかっいうと、こんな感じなんだわ。これ、ちょっとわかりにくいんだけど、これがね、シナプス高ニューロンが、 興奮した時の電位変化。おい、興奮しろよって言われて、ビョーンと興奮する。こんな風にシナプス購入炉の電位が、ボーンと跳ね上がる。逆に、興奮するなよ、ね、興奮するなよって言われた時、ね、IPSP はどんなことなどんな、えっと、グラフになるかっていうと、どんな変化になるかっていうと、逆にね、グラフが下にこういう風に下がるんだね。で、面白いんだけど、これ、 これ興奮しろよって命令を受けると、こうグラフが上に上がろうとする。ね。興奮するなっていう命令を受けると、グラフが下に下がろうとする。じゃあ、じゃあ興奮しろよと言われると同時に、興奮するなって言われると。つまり、勉強しろって言われると同時に、勉強するなって言われると。どうなるかってうと、面白いんだけど、シナプス購入論は、足し算みたいなことをするんだよ。これ、上に上がろうとする、下に下がろうとする、ね。これ、同時に、興奮しろよって命令。 興奮するなっていう命令同時に受けるとこんなふうなね中途半端なグラフになるんだね面白いねイメージは前に進めって言われたそれと同時に後ろに下がれって言われただからその場にとどまったっていう感じそんなイメージだからまとめるとこう興奮しろっていう命令興奮するなよっていう命令興奮性のシナプスや抑制性のシナプスこれがねもういっぱいあるのこれね3つしかシナプス描いてないけど本当はね ものすごい数ののシナプスがここに形成されてるのでいるろんなニューロンから「おい興奮しろ興奮しろ興奮しろ興奮するな興奮するな」みたいな命令をものすごい受けてでこのシナプス高ニューロンはどんな変化を起こ,このシナプスそのたくさんの命令によってこのシナプス高ニューロンがどんな電位変化を起こすかが決まってくるんですね。あえっと、ちょっと、ね、あの難関代受ける人は この、抑制性のシナプスではね、ギャバっていうね、まあ、まあ結構、実はまあなんていうの、えっ、ー、と、まあ有名っちゃ有名なんだけど、ギャバっていう神経伝達物質が、抑制性の、抑制性のシナプスでは使われていることがかなり多いです。ね、ギャバっていう言葉もね、まあ難関で受ける人はチェックしときましょう。抑制性の神経伝達物質です。ギャバでは次に、荷重について学んでいきましょう。と、さっきはね、あの、一回、 興奮しろよっていう命令を受けたら、ビョーンとね、あの、大きな変化が起きたけど、だけどね、えっと、一回興奮しろよっていう命令を受けても、こうシナプス購入論の変化がすごい少なくて、こんな風に、すごい小さくて、大きな変化が起きないことがあります。これは、あの、非常に、えっと、あの、多くの場合であります。実はね、この、いきちっていう、この赤いライン、いきちっていうラインにまで、 このシナプス購入論の電位変化が達さないとこれ小さい変化のまま終わってしまうんだね実はこの行き地にこの行き地にまで変化が達すればそこからビョーンって大きな変化が起きるんですねえじゃあどうすりゃいいんだとつまりえっ、ー、となにおい興奮しろよって言われても行き地にまでシナプス購入論の変化が達さずにあの大きな変化が起きないんだったらいくら興奮しろよって言われてもシナプス購入論は 興奮しないんかいって思うわね。これ困っちゃうね。ここでもね、またね、こうシナプス購入論は、あの、算数みたいなことをやるんですね。えっとね、イメージとしては、こう、ねえねえねえってあなたが友達に声をかけても、友達が全く見向きもしないと。もう、なんてか無視されたとで。どうすればいいかっていうと、ねえ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 ってめっちゃ連続で話しかける。これが一つの手段。もう一個の手段は、10人ぐらい 人を呼び集めて、10人で一斉にその友達に向かって、ねえと話しかける。これが二つ目の手段。こんなイメージね。これが、これから説明する過重っていう現象が起きてない時のイメージ。これがシナプス高ニューロンで、これがシナプス全ニューロンの軸作。興奮しろよって一回言われたけど、ね、変化はとっても小さい。これが時間的過重のイメージ。まあ、イメージとしては、 ねえねえねえって話しかけたら無視されちゃった。だからねえ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 ってものすごく短い時間に連続で話しかけて気づいてもらうっていうイメージ。あんまりちょっと良くない例えなんだけどそういうイメージ。こんな風にすごい短い時間の間にたくさん EPSP が起こる場合にそれらが加算されるそれらが加重される現象。それをね、時間的加重って言います。これは 空間的荷重のイメージですさっきは一人の人から連続で「ねねねねねねってたくさん短い時間に話しかけられたけど今度のイメージはたくさんの人がたくさんの人が一斉にね「ねって話しかけるイメージそれが空間的荷重のイメージです。たくさんのシナプスたくさんのシナプスたくさんの異なるシナプスで 同時に発生した epsp が加算されてね。加重されて変化が大きくなる。それが空間的荷重のイメージです。では、お疲れ様でしたね。ちょっと難しい神経の話でしたけど、まあえっと難しい。大学を目指す人はちょっとね。復習してみてください。